この度コンサドーレ札幌の監督に就任することになりました、四方田と申します。まだ J1 昇格の可能性を十分に残していると思います。自分が培った経験を生かしてなんとか、選手と期待感を持って、J1 昇格を目指して、全力を尽くしていきたいと思います。よろしくお願いします。率直な気持ちとしては驚いた、かなりびっくりしました。ただ自分の力が少しでもトップチームの力になれるのであれば、16年間このクラブにお世話になってきたので、それを少しでも還元できればという気持ちで、引き受けることを決断しました。